はいえー、レタドーールマイピーです、えー。今日はですね、えー、コンディションを整えるっていう観点で、まあ、自宅だったり、えー、お家でですねこうできることについて、まあ、お話しできればと思います。えーまあ、今からですね汗をかきやすかったりとか、まあ、暑い夏場を迎えると、まあ、どうしても、まあ、家に帰ってから。 えー、お風呂に浸かるっていう行為を、えー、どうしても面倒だったりとか、えー、まあ今日は冷たいシャワーだけで軽く流しとこうかなぐらいの感じでどうしてもこうお風呂に浸かるっていう行為を、うん、省いてしまう、えー、部分が、えー、出てくると思うんですけど、えー、まあそのお風呂に浸かることで、えーまあ、自律神経 のえー、バランスをと、えー、ったりとか、まあ、疲労回復効果を高めてくれたりとか、まあ、実際、えー、体をお風呂の中で、えー、揉んだりすることで、えー、血流を良くして、えー、それがまた体を回復させる、えー、効果につながったりとか、えー、それによってまた睡眠の質を 高めたりと、えー、そういうふうに、えー、自分の体の状態、えー、次の日にいい状態で臨むっていう部分で、えーまあ、コンディションを、えー、いい状態で、えー、次の練習だったり試合を迎えることができるっていういい準備をするための時間を、えー、作るための、えー、行為にもつながったりしますので是非、まあ、ですねこうお風呂に浸かる。 お風呂にかってまた体を揉んだりと3分から5分程度本当に体を少し温める程度で構いませんのでそういう行為っていうものをちょっとした積み重ねなんですけど毎日怠らずに習慣づけるっていうことも大切な体づくり心と体のバランスを保ちつつ毎日いい状態を 作,る作り続ける望むための、えー、方法だったりもしますので、えー、ぜひですね、えー、そういうちょっとした習慣を、えー、大切に、えー、これからも積み上げてもらえればなと思います、えー、大変ですけど、えー、いろいろあると思いますけど、えー、そういう自分を大切に、えー、いつも応援させてもらっていますいつもありがとうございます